はい、こんにちは。8月の13日水曜日の日替わり竹部でございます。さて本日の東京市場でございますが、まず注目されましたのが8時50分の本邦四六の GDP と、これ、まあ、今までの日替わり竹部でもちょっと繰り返し申し上げました。まあ、頑張れ頑張れ GDP 日本の経済復活だと言いつつも、悪かった方がいいんだよねと、ちょっとへそ曲がり的なマーケット、まあ、市場筋からの声がありました。まあ、悪ければ当然、消費増税も意識して、もしくは市区の、次回の GDP 次期の GDP ですよね、7月9月期の GDP に悪い影響をまた与えるんじゃないのというような形で追加緩和の期待があったわけでございますが、予想範疇の悪化よりも良かったということで、本来は良かったから良かったねなんですが、あらららら、とこういうようなため息がインターバンク市場から聞こえてまいりました。で、本日のドル円相場でございますが、こうした動きです。もうちょっと見づらいかもしれませんが、ほとんど朝からもう5銭10銭の幅で動きがなかったとこういうところでございます。まあ、もう皆さんすでにご承知のところだと思いますが、夕刻になりましてようやくでございますけども、ちょこんと跳ねたようなところがございます。米国債の、まあ、場外、時間外取引なんですが、こちらの方の長期金利がちょっと上昇したというところと、まあ、ちょっと需給で、一部出たようでございますが、まあ、大きな影響はなかったという形で東京市場が終了している形でございます。さて、こうしたドル円相場、ちょっと横ばいでというような嘆き節がある中で、ちょっと今回は宣伝でございますが、宣伝というか告知でございますが、本日の夕刻からご案内させていただいてます、竹部ウェブセミナーを収録してご案内させていただいております。30分特番実践、後悔しない夏の豪ドル、ニュージーランドドル取引と題してご案内させていただいております。ちょっと時間が、オーバーしてしまいましたが、オセアニア通貨、大円相場におけるオセアニア通貨の、まあ、中期的な見通し、もしくは短期的な見通し、そして、陥りがち安い罠というんでしょうかね、意外とご失念なさりそうな特性というものを中心にご案内させていただいております。ドル円がちょっとなかなか暴れん坊になってくれませんので、動いてくれないというところなんですが、さて今ちょっと暴れん坊というふうにして申し上げましたが、本日の8月13日、まあ、これ随分江戸時代の話だそうですが、将軍吉宗さんが江戸幕府での8代目の征夷大将軍に就任した日だそうでございます。さてそこでちょっと強引ですが、今回のタイトルは夏の暴れん坊通貨はなんだと、ちょっとですね、テーマソングかけたいところなんですが、ここ30日間の暴れん坊通貨はなんだというところでちょっと見てみたんですが、ポンドオージーであったりポンド円だったりというところが高安の値幅で一番あるところでございます。もちろんその縦軸横軸ずっと置いていけばもっと他のもあるのかもしれませんが、あくまでも高安だけでの暴れん坊通貨という言い方をするとポンドオージーというような形になりますでしょうか。まあ下に下がっていく限りにおいて、どんどん高安の幅が狭くなっていくというところでございますので、まあドル円もちょっと一時期動いたねというような形になりましたが、結果としては高安は現状そのまま変わってないと、1円、30銭幅弱とこういうところになりますでしょうか。さてで、今回ですね、このポンドオージーというふうにして申し上げたいんですが、なかなかポンドオージーというのも取りにくい、取り扱いづらい、見づらいよというお方もいらっしゃるかと思いますので、シンプルに2番目なんですが、ポンド円、ちょっと240分足なんですが、竹部的な簡単なざっくり感でのサマリーをご案内させていただきました。サマリーというか見通しというか上下限というかというところなんですが、7月の上旬からの高値175円の40銭から直近最安値170円の59銭で、現在まあインフレ報告がこれから出ていくので、どの程度までまた金利成功、消費成功と合わせて、ポンドが買い戻されるのかどうか、本日足元ちょっと興味深いところではありますが、この高安をフィボナッチリトレースメントで結んで、それぞれのポイントを考えてみました。で、本日でございますけども、102円のミドルに行くことができるのかどうか、 38.2% 戻しと。で、日足一目均衡表の雲の加減がございますので、この辺は一旦止まるのかなというイメージ。そして半値戻しが173円の04銭水準でございますが、ほぼほぼ同水準が週足一目均衡表の転換線がありますよというところで、この水準をちょっと意識してと、もっとざっくり申し上げますと、2円のミドル、3円
ちょうどと172円ミドルの173円ちょうど水準、この辺が一つのまあポイントになるのかなというところで、ちょっと夏の暴れん坊通貨、口ずさむテーマソング、ちょっといろいろ問題あるかもしれませんが、ポンド円ちょっとご覧になっていただければというふうにして思います。さて、そしてですね、本日、まあ本日というか今回でございますが、もう一つちょっとテーマをご案内させていただこうかと思います。今日はちょっとこの1ドル紙幣を持っているんでございますが、本日のテーマは、初心者が陥る為替の罠と題しまして、動かないには訳があるというところでございます。要は何かというと、円ベース、もしくはドルベースは、もう市場参加者によって変わってきますよというところで、ボラタイルな値動きがあったりなかったりというのも、市場参加者の多さ、もしくは、注目されている指標の数によって当然変わってくるよと。したがって、まあ、ドルが動く時間帯は、まあ、当たり前といえば当たり前なのかもしれませんが、ニューヨーク市場を中心に、そしてユーロなりポンドなりを中心とする、まあ、欧州通貨を中心とするならロンドン時間だよと、そして、日中は円ベースの通貨が動きやすいというところでございます。イラストの竹部寝ておりますが、でも寝てる時間にも、もしくは起きてる時間にもドル動くじゃないというようなツッコミ当然あろうかと思いますが、さあそこでこのドルでございますけれども、このドルというのは当然でございます。我が国において、もしくは他の国々においても同じなんですが、決済において、セトルメントにおいてはこれ基軸通貨でございますので、ドルがないわけですから、これ某国のように勝手に発行するわけにいけませんから、マーケットはそれぞれ各種のマーケットで手当てするというのは、これは当然でございますね。ドルを中心として動いているから、日本の時間帯に入浴税寝ていても当然ドルが動くという形、それは他の国にとっても当然でございます。そういった意味では基軸通貨のドルを中心として各通貨が動いてるんだよということと合わせて、市場参加者が寝てる時間、寝てない時間、活性化ある時間というところも合わせてですね、ストラテジー、戦略を練っていただければというふうにして思います。さて、夏休み時期でございますので、流動性が低下して、本来でしたらボラタイルな値動きで警戒してくださいというふうにして申し上げたいところなんですが、ちょっと実際は本当に動かないというようなところが続いております。ただし最後の最後までというんでしょうかね、お休みの時期だからこそ、リスク管理の方は十分ご注意していただいて、お取り組みいただければというふうにして思います。以上、8月の13日水曜日の日替わり竹部でございました。